娘よ、待たせたな。お父さんはお母さんのどこが好きだったの？おい、ユーリ。マジかよ。笑うな。それじゃどこ行く？映画とか。私とのこと本気で考えてくれたんでしょ。私、俊介さんに話さなきゃいけないことがあるんです。なぜヒナを行かせた？やめろ、分解されちまうぞ。あいつが犠牲になったのか、俺たちを助けるために。いいぞヨタ、話すなよ。僕はもういいから、お母さんと弟を助けて。無知であることは罪だ。ならば罪は償わなければならない。大切なものを失った者たちが今からお前たちに最後の審判を下す。悪いの私です。私のせいで。死んでた方がよかった。逃げられると思っているのか。キスしてもいい？やっぱりやめた。ホタ、待ってろ。絶対に助けるんだ。私にもあります。自分で選んで、自分で決めたものが。俺はもう諦めない。あいつと張り合ってみせる。あなたはタイムトラベラーなんです。そんな力に何の意味があるんだよ。俺たちは自分では何も選んでいないってことさ。世界を元に戻してしまっていいのか。